台風12号の影響で、県内も明日からあさってにかけて大雨と暴風に警戒が必要です。JR 東日本は明日県内の一部の在来線について計画運休すると発表しました。仙台環境気象台によりますと、台風12号は明日からあさって25日にかけて東北地方に接近する恐れがあります。 あさって午後6時までの24時間に降る雨の量は多いところでは100ミリから150ミリと大雨となる恐れがあります最大瞬間風速は25メートルから35メートルと予想されています台風の接近を受け今日石巻市の漁港では船を港に係留する漁業者の姿が見られましたこっちから来る分には俺風来る分にはケツだけどそれ あい北,から北の方から来る風だけも怖いから台風の接近を受け JR 東日本では常磐線の原野町仙台間であすの午後6時ごろから終日運休すると発表しましたあさっても常磐線の同じ区間で始発から昼ごろにかけて運休する可能性があるということです また仙台空港は、あす以降のフライトに影響が出る可能性があるため、ホームページなどで最新の運航状況を確認するよう呼びかけています。